はい、今回ですね、こちらですね、こちらカブトムシのね、標本になります。こちらの標本を今回使っていきます。ではね、まずね、標本のね、針をね、昆虫針ですね、針を抜いていきます。乾燥して固なってるのでね、ちょっとのね、力でもね、パーツが折れてしまったりすることがありますので、外すときはね、丁寧にね、外していただければいいかと思います。ではね、どんどんね、今からね、昆虫針を外していきます。はい、昆虫針をね、外したらね、こういう感じですね。立体のね、あの標本になっております。カブトムシのね、飛んでる姿ですね。はい、こちら飛んでる姿をね、今回は作らせていただきました。今回ね、こちらのね、あの昆虫ね、カブトムシの標本をまたね、アートのね、作品としてね、使っていきたいと思ってるんで、今からね、そちらにね、やっていきたいと思います。はい、ではね、先ほど出来上がったカブトムシの標本をあちらのね、アート作品の一部としてね、取り付けていきます。はい、今回こちらに取り付けさせていただきました。はい、見えますか、こちらの方にね、取り付けさせていただいております。こちらはね、あるシーンのね、あの一部としてね、取り付けさせていただきました。ということでね、今からね、まだまだね、標本の方もね、取り付けていきたいと思っております。そして右側ですね、右側、ミヤマクワガタとかノコギリクワガタのね、標本などね、取り付けてさせていただいておりますけども、今後もね、これからもいろいろとやっていきます。あちらの奥はね、スズメバチがね、クワガタですね、クワガタを運んでるシーンを作らせていただいております。はい、こちらもね、まだまだね、空洞もあるし、はい、こちらカミキリムシですね。まるでね、ステレス機ですね、戦闘機のステレス機のようになっておりますけども、はい、こういう感じでね、取り付けさせていただいております。はい、こちら先ほど取り付けたね、カブトムシなんですけども、これもね、あるね、シーンの一部として、あの取り付けさせていただきました。またね、いろいろとね、取り付けていったら、どういう感じのね、シーンの一部になるかというのもね、またね、わかるんじゃないかと思います。ということで、次は上ですね、上、はい、天空の島、ゲロッチョン島です。はい、こちらの、ね、ゲロッチョン島もね、月日が経って傷んでるところがたくさん出てきております。まあ、とりあえずね、交換ねしたい、再開発したいところはね、どんどん再開発をねしていこうかなと思っておりますけども、今後ね、自然のものを使用しているので、月日がかかると思いますけども、ご了承ください。そしてね、こういうね、天空の島までどのように変わっていくのかもね、見ていただければありがたいと思います。そして下のね、こちらの方もね、どんどんね、いろいろなシーンを作らせていただきます。そして一つの大きなアート作品として、ね、作っていきたいと思います。じゃあね、またね。